こんにちは。PythonVTuber のサプーです。今回は OpenAI が公開した GPT OSS をローカル PC 上で動かす方法を解説したいと思います。 GPT OSS は結構賢い AI なので自分のローカル PC 上で動かせるようになるとお金を気にせずに AI をいろんなシーンで利用できるようになるためぜひ最後まで見てみてくださいこのチャンネルは Python やプログラミングに関する情報を発信しているのでチャンネル登録よろしくお願いしますまたメンバーシップ会員しか見れない動画ライブディスコードもあるので良ければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします まず今回 OpenAI が公開した GPT-OSS が何かについて簡単に説明します。GPT-OSS は OpenAI が作った対話型の AI のことで AI のモデル自体をダウンロードすることができて自分の PC 上でダウンロードした AI を動かすことができるものです。 名前に OSS がついているように GPT-OSS はオープンソースでライセンスが Apache 2.0となっています。そのため著作権表示とライセンス文を残しておけば商用、非商用を問わず改変、再配布ができるのでかなり自由度が高い AI であると言えるでしょう。今回公開されたモデルは2種類あって GPT-OSS120B と GPT-OSS20B です。 この 120b と 20b というのは AI の中のパラメータ数を表していて B はビリオン10億の略なので 120b の方のモデルは約1200億個、20b は約200億個のパラメータで構成されている AI であるということを表しています。ただトークンあたりのアクティブパラメータ数は 120B は 5.1B、20B は 3.6B なので、AI を実際に動かすときはもっと少ないパラメータ数で動いているようです。パラメーターの数が大きければ大きいほど、モデルのサイズが大きいので、その AI を動かすのに必要とされる PC のスペックも変わってきます。では、今回公開された2つのモデルは、これまでに公開されていた OpenAI のモデルと比較すると、どの程度賢いのかというと、OpenAI がこのような表を公開しています。 MMLU という指標は幅広い一般的な問題の推論力を測るベンチマークで、GPQA ダイヤモンドは終始から白紙課程レベルの物理、化学、生物の推論力を測るベンチマークで、Humanities Last Exam は超高難度レベルの試験の推論力を測るベンチマークです。 また、AIME2024、AIME2025 は、上級数学コンテストの問題の推論力を測るベンチマークです。これらは数値が大きいほど推論力が高い、つまり賢いと言えるわけですが、今回公開された GPT-OSS はいくつかのベンチマークで、O3 や O4 m i ューよりも優れているところがあって、特に数学の問題に関しては非常に賢いようです。 ちなみに GPT OSS 以外にも、これまでもローカル PC 上で動かせる AI というのは存在していて、代表的なものだと、Google が作っている Gemma3, Meta が作っている r a m a 4 アリババが作っているウェンスリーなどが有名です。オープン AI 以外の AI モデルも含めて今回公開された GPT-OSS との賢さをアーティフィシャルアナリシスというサイトで比較してみると GPT-OSS は結構賢い AI であるかなと思いました。 そしてすごいのは GPT OSS-20B の方は GPU がなくても動くという点です。GPT OSS-20B が動くコンピューターのスペックとしてメモリーが 16GB であることと公式に書かれていました。16GB のメモリーというと多くの人のノート PC 上でも動くのではないでしょうか。 なので GPT OSS20B は賢い AI なのに一般的なユーザーでも持っているような PC でも動かせる AI。ここがすごいところだなと思いました。そして賢い AI をローカル PC 上で動かせるということは、例えばインターネットにつなげることができないコンピューター上でも賢い AI を使いたいというケースや、外部のサービスに渡したくないデータなんだけど賢い AI を使いたいなというケース。 お金を気にせずに賢い AI を使いたいというケースで活躍できるということですね。ちなみに GPT OSS120B の方は 80GB の VRAM、GPU メモリーが必要だと書かれていて、今私が持っている PC では動かせそうにないので、今回は GPT OSS20B を動かしていきたいと思います。 では実際に GPT OSS を動かしてみたいと思うんですが、今回は LM Studio というツールを使った方法で解説していきます。LM Studio は GUI で操作するデスクトップ版が用意されているので、一般的なチャット AI のアプリのように画面操作によってローカルにある対話型 AI を動かすことができます。また LM Studio は Python SDK や タイプスクリプト SDK CLI も用意されているので Python プログラムやタイプスクリプトのプログラムからも呼び出すことができます。この動画ではデスクトップ版と Python SDK を使った操作方法を説明していきますね。まず LM Studio のデスクトップ版で GPT OSS を使う方法を解説します。 まず、LM Studio のデスクトップ版をインストールします。LM Studio の公式ページのこのボタンをクリックしてダウンロードをしてください。今作業している PC は Windows PC なので、ダウンロードフォー Windows と書かれていますが、この部分は作業 PC の OS に合わせて変更されるので、Mac を使っている人であれば、ダウンロードフォー Mac となっているかと思います。このボタンをクリックしてダウンロードをして、 ダウンロードが完了したらダウンロードしたエグゼファイルをダブルクリックしてセットアップしていきますインストールのオプションの選択のところで現在のユーザーのみにインストールをするを選択しておいて次へを押してインストール先のフォルダーを確認してインストールを押します Mac の場合はダウンロードしたファイルをダブルクリックするとアプリケーションズフォルダーにドラッグドロップするためのポップアップが表示されるのでドラッグドロップをしましょう セットアップビザードが完了したら完了のボタンを押します。そして LM Studio の画面が起動するので Get Started のボタンを押します。Choose Your Level のところですが、今回は Developer を選択して Continue を押します。で、すでにここに GPT OSS-20B のモデルのダウンロードのページが表示されるんですが、一旦これはスキップしておきます。 そうすると、このような画面が表示されます。これが LM Studio のデスクトップ版の画面です。よくあるチャット AI の UI ですね。最初の設定として、右下の歯車のアイコンをクリックして、設定画面を開いたら、ランゲージを日本語に変更しておきます。これで設定画面は閉じて、 また最初に選んだユーザーのレベルですが、左下のボタンでユーザーかパワーユーザーかデベロッパーかを選択することができます。今回はデベロッパーのまま進めます。ではまず使うモデルをダウンロードします。この虫眼鏡の検索アイコンをクリックして、使いたいモデルを検索します。 今回は GPT-OSS20B を使いたいんですが、検索しなくてもすぐ下にあるので、この GPT-OSS という部分をクリックして、ダウンロードというボタンを押します。そうすると、モデルのダウンロードが始まるので、しばらく待ちます。ダウンロードが完了したら、このようにロードモデルというボタンが表示されるので、このボタンを押して、モデルを PC のメモリー上にロードします。 そしてこのウィンドウは閉じておきます。これで準備は OK です。簡単にセットアップができましたね。では何か AI にチャットメッセージを送ってみましょう。例えばあるフォルダーの中を再帰的に検索してファイルの一覧を出力するプログラムを Python で書いてください。こんな風にチャットメッセージを書いて送信ボタンを押します。しばらく待つと返答が返ってきましたね。 少し時間はかかりましたが、回答がすべて終わったようです。返答内容を見てみると、OS を使った書き方の例と、パスリーブを使った書き方の例、カスタマイズのヒント、大規模ディレクトリでの注意点、このようなことが返ってきました。 私は普段チャット GPT を使うことが多いんですが、体感ですが、いつものチャット GPT が返答してくれるような文面や構成だなという印象を受けました。そして、これが 16GB のメモリーで動く、ローカルで推論された文章だというのはなかなかすごいなと思いました。この LM スタジオは MCP も使えます。このチャットメッセージを書き込むところの左下にコンセントのようなアイコンがあるので、ここをクリックすると、 ポップアップが出てきて、このインストールという部分をクリックして、e d i t mcp.json という部分をクリックしてください。そうすると、mcp を使うと危険な場合もあるよという警告のポップアップが出てくるので、got it というボタンを押して、mcp の設定を行う JSON ファイルを表示させます。あとはいつも通り mcp の JSON ファイルを編集すれば OK です。 MCP については過去の動画 VS Code で AI を使うという動画の中で説明しているので詳しく知りたい方はそちらを見てみてください。例えばファイルシステムを操作する MCP の設定を書いておきます。これはここに指定したフォルダーの中のファイルやフォルダーが操作できるものです。これでこの mcp.json ファイルを保存して閉じたらまたコンセントのアイコンのところをクリックして 薄くですが MCP ファイルシステムというところがあるのでこのトグルボタンをクリックしてファイルシステムを操作する MCP を有効にすることができます。これで JSON に指定したフォルダーに対してサブフォルダやファイルを作成したり削除移動させることが AI を通してできるようになります。今回はこの MCP は実演しないのでオフにしておきます。他にも AI にファイルを読み込ませることもできます。左の クリップのマークをクリックすると、ドキュメントを元にチャットができるよというポップアップが表示されるので、アップロードファイルのボタンをクリックして、ファイルを選択して、アップロードして、そのファイルを AI に読み込ませます。今回は経済産業省の通称白書2024世界の動向という PDF をダウンロードしてきたので、これを選択して、ファイルの中身を要約してくださいとチャットメッセージを送ると、 こんな風に予約してくれました。あとは他のモデルと GPT-OSS-20B の出力を比べてみましょう。Google が出している g e m a 3というローカルで動かせる AI もダウンロードしてみます。先ほどと同様に検索のアイコンをクリックしたら、検索バーに g e m a 3と入力して g e m a 3 n e 4 b というモデルをダウンロードをします。 ちなみにェ e m a 3にはもっと性能が高い 27B や 12B というモデルもあったんですが、ロードできなかったり、ロードはできたけれども、推論時に処理が重すぎて返答が一向に返ってこないということがあったので、私の PC で実用的に使うことができるサイズのェ e m a 3と GPT-OSS を比較するという意味で見ていただけたらと思います。ダウンロードが完了したら先ほどと同じようにロードモデルをクリックして、モデルをロードします。 ロードができたら、新しいチャットのボタンをクリックして、新しいチャットを作成します。上の部分がジェマ3になっているのを確認して、先ほどと同じチャットのメッセージ、あるフォルダーの中を再帰的に検索して、ファイルの一覧を出力するプログラムを Python で書いてください、と書いて送信ボタンを押してみます。そうすると、返答が返ってきました。コードと、その説明と、 注意点が書かれています。ただ、OS モジュールを使ったソースコードは提示してくれていますが、アスリブを使ったソースコードは提示してくれていませんでしたね。もちろん、これだけでは AI の賢さは測れないのですが、他のモデルも色々試してみたんですが、個人的には、やはり今回公開された GPT-OSS の回答の質は高いように感じました。 この辺りは AI に頼むタスクの種類によっても違うと思うので、ぜひ皆さんもお手元で GPT-OSS のモデルと他のモデルの返答を比べてみてください。ここで少しだけ PR をさせてください。現在サップーの書籍が販売中です。詳細は概要欄に貼ってあるので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。 次に LM Studio の Python SDK を使って GPT OSS を使ってみたいと思います。Python SDK を使えば Python プログラムから GPT OSS を使えるので、例えば Python を使って自分で作ったデスクトップアプリに GPT OSS を使った AI 機能を実装したいという時とかに便利ですね。ただ Python SDK を使う場合でもこれから紹介する方法はデスクトップ版の操作をするのでデスクトップ版のインストール ストールをしてておいいくださいここがデベロッパーになっていることを確認して、この左の開発者というところをクリックして、 ステータスストップドとなっているところのトグルボタンをクリックして、この LM Studio のサーバーをローカル上で起動させます。ローカルホストのボート1234でこのサーバーは動いています。次に LM Studio の Python SDK をインストールします。pip install LM Studio や uv add LM Studio で LM Studio をインストールしておいてください。そして Python ファイルを作ったら、 import LM Studio as LMS で LM Studio をインポートして LMS の LLM を呼び出して引数にモデルを指定します。 なので、今回は OpenAI スラッシ GPT-OSS-20B と指定します。先ほどデスクトップ版でこの GPT-OSS-20B はダウンロードしてあるのですが、もしもダウンロードしていない場合は、検索アイコンをクリックして GPT-OSS-20B を検索してダウンロードをしておいてください。そして、戻り値はモデルのオブジェクトなので、モデルという変数に代入します。そして、モデルのレスポンドというメソッドを呼び出して、引数に AI に送りたいチャットメッセージを文字列で渡します。例えば、値が素数かどうかを判断する関数を Python で作ってください。という文字列をレスポンドの引数に指定しました。この戻り値が AI からの返答なので、レスという変数に代入して、それをプリント関数で表示してみます。この Python スクリプトを通常通り実行して、しばらく待つと、 このように素数を判別する Python の関数が返ってきましたね。どうでしょうこんな少ないソースコードでローカルの AI を使ってチャットができました。そして LM Studio の Python SDK の使用が終わったら先ほどランニングにしていたステータスのトグルは オフにししておきましょうこれで LMstudio のサーバーは停止されました。このように LMstudio と Python SDK を使うと簡単に対話型 AI をローカルで動かして Python から呼び出すことができます。今回の動画は以上になります。ぜひお手元の PC で GPT-OSS を試してみてください。また合わせて LMstudio も使ってみてください。 それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ